あと、もし八代くん生まれ変わったら、また芸人やると思う？いやー、難しいですね。最近はなんか、相方の時もそうなんですけど、芸人辞めるって言った仲いい同期も後輩も一回も止めたことないんですよ、もともと。なんか、責任持てないというか。わかる。俺もよう止めない。辞めるって言ってる人間を。ただ僕ほんとこの2年ぐらいは、相談された人に辞める必要ないって全員に言ってます。あ、ほんと？はい。舞台に立たなくてもいいし、何もしてなくてもいいから、芸人って肩書きだけ残してサラリーマンやってもいいし。ああ、なるほどね。はい。今は肩書き残しといて、サラリーマンをやっても許されますし、今そうやんな。逆にさ、こういう生き方してる人もいますよって、ちょっとスポット当たったりするもんね。はい、副業持ってると。はい、はい。で、その人が1年間とか2年舞台でネタやってないなんて誰も興味ないですし。だから僕も、だから本当に世の中っていろんなことにみんなそんな興味ないというか。そうやな。だからその人が肩書きだけ残してて、仮に吉本辞めても芸人だってちゃんと言っていて、ネタを作ったり、1年に1本だけでも作ったりとか、で、3年後にもう1回やっても、それは芸人としての芸歴が残ってる状態なんで。僕はだから、もうみんなに、いやいや、まあ、辞めなくていいんじゃないって言います。はあ、なるほどね。そうしとくことによって、なんかいつでも戻ってこれるしね。で、なんか新しいもので成功したときに肩書きだけしれっと取ってもいいでしょうし、まあもちろん肩書きを捨てるっていう意味で覚悟を持って新しいとこ行きたいって人はそれでもいいと思うんですけど、もうなんか好きなように肩書きも今は、あ、もちろんなんか少なくても何年ぐらいやってみたいな気持ちはありますけど。まあまあそうね。ちょっと始めたての子が芸人って名乗りながら他の仕事全くやってたら、それはちょっと違うやろとは思うけどね。そうなんですよ、うんうんうん。でもなんかそんなのも、あと10年ぐらいしたら、そういうことすらもなんかないのかもしれないですね。あ、そうやな。なくなっていくかもね。そういうところの、はい、こう線引きがね。はい。ちょっと話戻るけど、なんかコンビ時代にもうちょっとこういうことやっとけばよかったみたいな後悔はあったりする？やっとけばっていうか、もうちょっと売れたかったなって気持ちですね。そうか。はい、いや、まあ、例えば、もうちょっと売れるために、まあ、さっき言ったみたいにさ、あんまり、ほら、ネタ手直ししなかったりとか、そんなにお客さんに寄せなかったりしたわけじゃない？はい、そうですね。なんか、かっこつけてた部分もありますし、でも、今でも、よくは自分が分かってないのは、マスに向かって仕事が評価された方が気持ちいいのか、同業者の人に評価された方が気持ちいいのかって、未だに脚本やってても分かんない時はありまして。それなんで、だから、もうちょっと譲ったらよかったかなとか、もうちょっと細かいところを受けというものとか、技術というものを詰めればよかったかなって思いますけど、後悔ほどではないですね。ああ、そうか。もっと仲良く二人で旅行行ったりしとけばよかったなって。そうか。はい。まあ、でも、もともとはまあ、仲良かったからコンビ組んだわけでしょ？はい。で、やっぱりあの20代にしか出せないノリというか、せっかくお笑いもやってたんだから、もっとこう、二人で遊んだりも良かったのかなというふうには思いますね。まだだってその、カリカ始めた頃は、まだちょっとコンビ仲悪い方がかっこいいみたいな風潮が残ってる時代でしょ。はい、そうです、そうです。2000年代半ばぐらいから本当にそういうのなくなってきましたもんね。本当になくなってきたよね。今みんな仲いいもんね。2005年前後ぐらいから多分なくなってって、2010年前後にはすでに仲いい方が売れるってなってましたもんね。うん、そうやな。それこそあの、はい、M1 で優勝した時のサンドイッチマンがまだ一緒に住んでますみたいなんで、我々はひっくり返ったもんね、はいはい。コンビで一緒に住んでるみたいな。あの時代はね。でも本当その辺からですね。変わったね、時代もね。はい。じゃあ、今も若い芸人さんいっぱいいるし、まあ、八代くんも触れること多いと思うけど、なんか、アドバイスとかある？芸人にですか？そうね、若い芸人さん。まあ、始めたての子とか、これから始める子とかいるじゃない。これから始める人に関しては、あんまりお笑いの業界範囲の得策じゃないかなとは思いますけど。そうやな。茨の道やからな。はい。何、うん、はい、ですかね、今やってる人なんかは、でも、誰にも遠慮しないでほしいなと思いますね。ああ、なるほど。
藤井さんもさっきからおっしゃってますし、僕らの中でもまだ拭いきれない価値観として残ってますけど、うん、なんかうるさかったですよ、周りのノリが。で、僕自身も芸人っぽくないやつの悪口も言ってましたし、うんうん、お笑い至上主義というか、うん、狭い村のルールみたいなのをすごくみんなで大事にしてたような気がするんですけど、そうやな、確かに、うん、本当に気にしないでもっと暴れればよかったなって今思う。あ、でもそれが後悔かもしれないですね。あ、そうか、はい、そうやな、やっぱりどうしてもスタッフさんの顔色を伺ってたところもあるしね、当時はやっぱり、はい、うん、先輩があとめちゃくちゃ怖かったですね、やっぱり。なんか俺いつもこの話なんだけど、東京吉本の上の世代の人ってみんな怖くなかった？怖かったです。うん、でもそれこそ大阪から出てきてる兄さん方も怖いイメージです。ああそう、はい、うん、なんかもうあの辺の世代の人は僕、うん、皆さん先輩怖いって感じですね。ちょっとその芸人とはっていうその哲学が強かったよね。そうですね、そうですね、うん、怖いっていうか本当哲学で、もちろん挨拶は当たり前ですし、その何時に呼ばれても行くとか、うん、あ、そうね、うん、この後バイトなんです、知らねえよみたいなね。はいはいはい、うん、借金してでも遊べ、ちょっと借金ぐらい作ってこいぐらいのことも含めて、なんか本当そういうちょっと異次元なというか。確かにね。でもそれはそれでなんかこう浮世を離れられるというか、芸人としてはまあいい修行なのかなと思いますけど。確かになんかね、あ、芸人やってるなっていう感覚はあったよね。はい。まあ良かったのか悪かったのか今でもちょっとわからないけど、それは。はい。そういう今うるさい人はもうどんどん減ってきてるから、遠慮せずにやれと。はい。うん。あ、でもそうかもしれない。まあちなみにやけど、今は林くんと連絡取ったりすることあんの？今一緒にニューカリカっていうのやってます。うん、何それ？ニューカリカ、え、コンビ？コンビです。あいや俺ヤシロ君のツイッター見てプロフィールのところにニューカリカって書いてるから、ニューカリカっていうのなんやろうと思ってて、はい、コントとかをやってるってこと？まだやってないです。うん、いつかやるかもしれないです。あの本当におふざけで組んでます。あ、そうなんや。まだ特に、はい、ってやったりとかしてるわけではなくて。はい、コミュニティサイトだけ立ち上げまして。うん、そうなんや。で、あと僕がやってるトークライブにこの前普通に、今ホテルで相方働いてるんですけど、うんうんうん、ホテルの人として出たりとか。あ、そうやったのか。なんかもともとだって実家が旅館でそれを継ぐ言うて。そうです。そんでもう結構帰って1年ぐらいで旅館がなくなってしまったか、うんうん、ちょっとご家族の体の体調だったりとかで、うんうん、すぐ早めに東京に戻ってちゃんこ屋手伝ってたんだよ、うちの相方。ほんであれやんな、スナックカリカもやってたよね。はい、スナックカリカも閉めちゃって、はい、今はホテルで働いてるんだ。はい、はい、そうです。林くん自体はもう芸人は辞めてんのかな？じゃあ、ああ、もう完全に、2011年の段階でやめてますね、うん、精神的には。でもじゃあ、ホテルマンとしてニューカリカでコントをやる可能性はあるわけね。あります。はい。うん、じゃあ、ニューカリカのコントは2人とも芸人じゃない人がやるっていうことに。そうです、そうです。はい、そうか、そう。いいね。めっちゃいいね。なんか、うん、まあ、老後を楽しむじゃないんですけど。ああ、そう。いや、いいな。芸人っていう縛りなしに本当にノールールでやれる何かがあるような気がして。はあ、ちょっと今後の、うん、芸人のそれぞれの生き方につながってくるものがある気がするな。はい、なんかね、もうダメだったらすぐやめようぐらいのことで話して、そのニューカリカっていうのでネタやるとかっていうよりは、うちの相方はそこで YouTube の動画の編集を、うん、腕を上げるのをみんなに見てもらったりとか、あとはそこでこの結婚相手を見つける動きしたりとか、あと政治家として本当にどこまでいけるのかっていうトライをしてみたりとか。いや、めっちゃ面白そうやん。僕はなんか肉体改造がテーマで、若返りそうなんですよ。若返りの薬が今出てるんで、アプリで、それをちょっと危ないけど飲んでみようとか。うん、危ないんや。手とか脳にチップを入れるのをやってみようとか、その、うん、まあ、実生活でやれるコントみたいなのをそこでやろうみたいな。じゃあ楽しみやな、ニューカリカ。ありがとうございます。うん、またチャンスあったら林くん紹介してくれる？あ、はい、うん、ぜひ林もこちらで。マジで？辞めてるだけの人間ですけど、その特に本当にただのホテルのおじさんですけど。
いや、俺、林くんも、八代くんもそうやねんけど、やっぱりあの、リクエストが来るのよ。はい、この辞めた芸人に話を聞くっていう企画やってたら。はい。うん、あ、そうなんすよ。で、まあ、八代くんはツイッターやってるの知ってたけど、林くんはさ、どうやって連絡取るべきかなってずっと思ってたから。はい、まあ、あいつもなんか、職場に言ってないらしいんで。なるほどね。で、ちょっとなんかいろいろビクビクしながらやってるとこがあるんで、本人にも聞いてみますけど、多分全然、本当喜んで藤井さんだったらぜひって言うと思います。嬉しい。俺、林くんにも久しぶりに声聞きたいし。あ、よかった。林くんとパイプができた。ありがとうございます。いろいろありがとうね、今日は。すごい最後に。遅刻しまして。いや、とんでもない。寝起きで。いつもちょっと最後に雑な質問になんねんけど、なんか言い残したことある？でもなんか、個人の話になっちゃいますけど、本にしても、ラジオで喋るにしても、ネタにしても、まあ、面白いことやろうって思ってたら、なんとなく自分の中で生きていけるというか、うん、楽しく暇つぶせるというか、うん、なんかそれができてる限りは、なんか暇じゃなくやれそうなんで、気持ちが。うん、作るものとか、喋ることとか、また皆さんに、うん、多くの人にお届けできるようなものが提示できればなと思いますので、その時はぜひちょっと手に取ったりとか、ドラマ見たりしていただけたらなって気持ちです。あ、わかりました。ありがとう。あと、もし八代くん生まれ変わったらまた芸人やると思う？いやー難しいですね。やらないですね。やらないか。はい。音楽の人とかの方がいいなと思います。音楽やりたいんや。はい。今度はあのフェスに行く側じゃなくてフェスに出る側にね。なんかその芸人っていうほどモテないというか、結局俳優とかアーティストの方がよっぽどモテるなと思う。うん、そこ基準ない。はい、そこ基準で。いいね。というわけで、本日のゲストは元カリカのマンボウ八代さんでした。どうもありがとうございました。お世話になりました。おはようございます。ごめん。ひょっとして仕事中？ごめん。違います、違います。休みです、大丈夫です。あ、本当？大丈夫？はい。はい。ぜひチャンネル登録をお願いします。